エアバス A320 から200ボラーレエアラインズはイタリアの格安航空会社。経営主体はアリタリアの子会社であるボラーレスパである。なお、ウクライナの同盟の航空会社ボラーレエアラインズとは無関係である。1997年に北イタリアのティエーネで創業し、1998年よりチャーター便の運航を開始。1999年からは 定期便の運航を開始した。一時期は、イタリアと、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー、チェコ、エストニア、ルーマニアを結ぶ多くの路線を運航し、日本にもチャーター便で、たびたび飛来していたが、2005年11月には、資金難から運航を停止、破産を通告された。2005年12月、アリタリア参加となり、2006年5月15日より、 旧ボラーレグループから新しく発足したボラーレスパへと移管された。現在はイタリア国内線のほか国際線はパリオルリー空港と自社のハブ空港のミラノリナーテ、国際空港間の路線を運行している。ボラーレアラインズの A320 ボレアウェブの機材は以下の航空機で構成される。ありがとうございます。